はいどうも、まさです。今回はですね、二つのアプリをやっていきます。はい、まず一つ目はですね、鬼滅の刃検定という。まあ、前やったことはあるんですが、どうだったでしょうか <laughs> 前どうやったっけ結構アップデートが入って変わってるんで、やっていこうかなと思います。はい、では、水の音からスタート。えー、なんか、あるな。<laughs> あるな、ちょっと、んー、なんだ。水の音から、なんちゃらみたいな。 やるか。うん。<laughs> これやるか。はい。検定開始。ここをタップしたら開始。すごい、音でかかったか。<laughs> 音でかかった。ちょっと音を設定します。はい。えー、っと、戻ってきました。では、いきます。うろこだ左近次が炭治郎に教えた剣術は何か水の呼吸ですよね。あ、これはね、まあ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 、はい。炭治郎の水の呼吸2の方の技名は水車ですね。おのこ,んなかもうこんな感じやったらいけるわ。うん。 鬼殺された兄しのの、兄忍の、え、かなえじゃなかったっけうん、かなえ。よし、よしよしよし。余裕じゃないこれ。うん、えー、っと、超屋敷を運営しているのは、えー、運営運営は古町忍じゃない忍府っていうのがある。これは間違えそう。うん。確かにこういうのは間違えそう。うん。厚川善一の剣術は、え、雷の呼吸。 あ、ここら辺のレベルやったらいけるよ。全然。あ,あ、ねず子を鬼にした最初の鬼の名前は、鬼仏寺無残。おー、余裕、余裕、余裕。<laughs> 恋柱って、あーかん、かんろじみつるみんなやったっけえくわってくわって <laughs> あーちょっと待てよ。かんろか、あ、これや、2番目や。これなんて読むやろ。読み方わからへんわ。<laughs> えー、はしみらいのつけが、えー、っと、 ねこれい、なんて読むんか分からへん。いや、イノシシの声ね。年して、潜入した、ええ吉原ゆラええ <laughs> えー、松屋って、松屋って。<laughs> 時と屋って聞いたことある。あ、わかりません。あ、あれかあ、あの、あれや、女装した時やな。みんなが女装して、 の時かあ、あの、音柱に連れられて、あの、鬼倒した時はね、上限の鬼やったっけ上限の6の鬼やったっけ倒した時やったっけ <laughs> あの鬼が、あの、分裂するっていうかな。なかいあの兄弟で鬼やっと、みたいな <laughs>。やんね、多分、うん。えー、青いギガンマナができたのは何じゃ、あ、えー、っとなあ、 えっとな、これ結構大正じゃない、大正じゃない、絶対大正、映像でもないと思う、平安、平安ぐらいやったと思う、うん、あっ、うん、よし、よしよし、ほら、見てんな、見てんな、ほら、イノシンの被り物をしていた、着させたい剣士は、えっ、なにこれ、なに、えこんな簡単なの <laughs> はははは、い、かのえでした、もう少しが、もう少し頑張りましょうか、あはい、はい、これ、かになりました。 まあ、いいんじゃない <laughs> まあ、なんか前と比べてやっぱ、あの、ちょっと簡単なのから難しいのまである感じかな。じゃあ、もう一個ぐらいやるか。うん、何個かやりたいかな。<laughs> えー、柱剣ってやるか。はい。15問。3回目次がやりとってクリアでしたい,い。はい、えっと、あんまりわからなかったんで、うん、ばっさり買ったやで、うん。 完全カットやわ。<laughs> はい。じゃあ、行きますよ。えっ、ー、と、シルエット前無理やったんやな。無理やったんやな。<laughs> シルエット行こうぜ。うん。行こう行こう。行ける行ける。もうね、結構み、あ、これは、煉獄じゃないおぉ、これはね、まあまあ余裕やね。あ、これ赤座や。 あ、えうん。ドーマはあんなんちゃうし、ルイもこんなんちゃう。あの、髪の毛パッサーなっとうしね。ドーマなんか被かり物みたいにしちゃうし。エンムエンムって誰かわかるもん。うん、赤座。あー。赤座好きっすよ。あ、もう、ネズコやん。もう、あー、これわかるぞー。いけるぞー。あ、これこそあれやん。ルイじゃないあれあ、違う、違う。あ、ちゃうわ。これは、関路寺や。ツリや。ツリって読むやん。あー、そうか、そうか、そうか。え、あ、こんも。 前の方が難しかったで。あのー、売っていかなあかんかったから、苗字から。うん。伊之助。あー、これ、胡蝶、胡蝶系やろ。胡蝶系やろ。<laughs> 髪飾りでわかるね。あ、これ、忍さん。大好きです。はい。忍さん好きですよ。えー、これは、これはもうわかるね。左近寺。うん。天狗のおたいにしてそうやんね。このシルエット。あもう、鬼物寺やん。もう、これはもう、 もうわかるってあこれうず,いうずいっていうあこれがうずいかそうやん音柱ね音柱 <laughs> ちょっと名前覚えてないんですよねえあこれはえ黒死肪黒死肪って誰ちょっと待って分からへんえ赤座赤座じゃない絶対炎無奇物時無残でもない炎無炎無じゃないと思う黒死肪 エムねうん。<laughs> あ、もうこれは間違えたらあ,あかんやろ。うん。なんか <laughs>、あ、これはルイでもない。あ、し,ずしな、しな、すせですね。しな川、がわ、さねやね。うん。え源ん源げは、しな川の、あの、弟の方やんね。まあ品川や、ね、しな川がわなにどっちも。さねみがあの、柱の方やんね。で、源んがあの、お肉っての方やんね。たぶん。 多分そうやったと思う。うん。<laughs> あもう、好きやでー、カナヲカナヲも好きです。はい。うん。<laughs> あ、これ、や善逸じゃね善逸な気がする。うん。えー、っと、あもうこれはね、義勇さんですよ。うん。<laughs> なんかちょっと斜め向いとう感あるやん。<laughs> 斜,斜め向いとう感あるやん。えー、国志望。ドーマじゃない。国志望。これが国、ああれかな煉獄さんのお父さんとかかな それか、弟とかわからん。<laughs> ちょっとわからん。わからねえな。え、これるいじゃないうん。髪型が特徴あるから。うん。あ、これはあのー、誰っていうんや。あ、行名っていうんや、この人。ちょっと忘れとった。姫島さん。あの、岩柱かなんかやんね。たぶん。うん。たぶん。あ、これは、玄野や。うん。体格がね、でかくなって。体,体格がすごく。うん。あ、 もうこれはね、うぶ、ん、屋敷様やん。うん。様 <laughs> <マ>って。ウブ屋敷、いや、うん。あこれはね、うーん。ああね。<laughs> 信用しないのにたよね。えー、っと、なんて読むやったっけイグロイグロイグロやったっけあおばない。そんな変な名前やなと思ったんやね。<laughs> 変な名前やなと思った。んー、なんやこれ。えああれか。あのー、あのー、地面に埋もるやつか、こいつ。あれ、そうじゃない あ、違うわ。普通のしか出て、あ、じゃあ、無一郎くんじゃないなんか、無一郎くんっぽくないおう、そうやんね。おう。ふふふ。鬼かなと思ったけど、あ、これはドーマですね。俺、ドーマ嫌いやね。マジ嫌いやね。ちょっと性格がちょっと、違うい。あと、俺の好きなキャラを葬ったから。<laughs> まあ、良かったんじゃないうん。早押しやから、早く押したらやんけど、うん。良かったと思いますよ。うん。わからない。あの、やっぱ、うん。 そんなガチ勢じゃない割に頑張ったと。<laughs> はい、えー、もう一つ行きましょう。検 <laughs>、うん、定開始。で、呼吸、検律、技検定っていうのがあるんで。はい、これ行きましょう。はい、検定開始。<laughs> えー、霞の呼吸の、はぁ、はぁ、<laughs> 待って、わからんてわからんて俺水の呼吸しか覚えてらんて。うん。これとか海。あ、月ね。月らしいっすよ。うん。 んーえっ、ー、と、日の神かぐらはどれハンテングとの戦い。ハンテングってどれやちょっと待って。ハンテングって何やあ <music> はい、えー、セリフクイズ4は鬼滅の刃というね、アプリをやっていきます。今から。はい。えー、さっきのアプリでもセリフクイズあったけど、分けられてなかったよな。多分、うん。だからまあ、こっちでいいかなと思って。うん。<laughs> では、誰行こう 誰行こう誰やめっちゃあるなぁ。いやもう一番上のね、やっぱね、炭治郎くん分かってない人、ということで。はい。葵さんの何々が、俺が戦いの場にも、あ、ああ気持ち重いどっちかやね遺骨でお前。死んでもてるやん、お前。あれやね、あの、あのー、あばらが折れてさ、治療、治療中あばらじゃねえなあばらじゃねえな あばら折れたのはあれやな。あのー、そういう屋敷でやったな。あれやな。忘れたわ。超 <laughs> 屋敷に寄って、で、そっから旅立つみたいな時やんね。あのー、あのー、何やったっけ。なんか訓練したとかやんね。何やったっけ。<laughs> 忘れた。気持ち、重いじゃない <noise> よし、ほらね。重いやろほら、見てんなお <laughs> 俺は、 長男だやなこれわけわからんね。あの、長男だから、俺は我慢できたんだみたいな。<laughs> よくわかりません。次男でもできるやろうと思うけど。次男だった、できなかったみたいなこと言ってましたが。はい。えー、俺は今までよくできた。俺は、できるやつだうん。できるやつだうん。これはもう余裕やな。ああ。俺は人間だったんだから。うん。同じ人間だったんだから。うん。もう泣ける、ちょっと、ね。あの、あれですね。 あのー、義勇さんが、その、鬼を踏んだときね、類を倒して、踏んだときに言った、ですよね、さっきの、たぶん。<laughs> えー、今、俺が自分の何々に、どれだけ打ちのめされてると思ってんだ。えー、弱さ、弱さ。これはね、そうやね。うーん、わかると思う。<laughs> S ランクほら見てんな,ほら見てんなはえ、い、えー、っと、義勇さんいきましょう、義勇。うん。はい。小戦弁。え <laughs> あ、これね。生殺与奪の件をね。えー、これですね。はい。他人にな出せるなぁと。惨めたらしくずくまるのやめろーっていうやつですね。あのー、みんな覚えてるようなシーンですね。俺覚えきれてない <laughs>。当然、俺もお前を、何々しない。えー、尊重しない。尊重しない。うん。あのシーンですね。<laughs> あ、 これ、もうそのシーンやね。うん。つらいだろう逃げ出したいだろうじゃない。叫び出したいだろう。<laughs> 普通に間違えす、すんなりさらっと間違えた俺。<laughs> 修行し直せ。無礼者、子供、を、泣け者、たわけ者、たわけ,け者。おい。ねまあ、わかるんですよ。おのれのないないのの、あ、けがね、けが。これはあのー、えっ、ー、とー、イノスケがね、 伊之助が、あのー、俺と勝負しろつってね。あのー、ルイのとこですね。あのー、なたぐも山の時ですね。はい。はい、もう、あのー、ちゃんと覚えとうとこだけ俺ちゃんと言っていくから。こういうシーンでしたね。<笑><笑>はい。だから言わなかったらもう、あ,ーまあ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 、多分これやな、みたいなのかもしれへんし。うん。<laughs> 炭治郎を殺したければ、まず、俺を殺せ。俺をぶちのめせ。俺を超え、 で、行け、俺を倒せ俺を殺せじゃない <noise> 俺を倒せかええー、うんはい A ランクを目指し B ランクでしたはいということでどうだったでしょうかこのうつの検定とクイズいやーまあおもろいな <laughs> けど全然俺やっぱ知れてないんやなって思うねやっぱ改めてうんだからまあね次やるときはまあもっとねうんけど前よりは答えられとったんじゃないわ <laughs> からないけど <laughs> うんちょっとはい しっかり見直します。アニメも漫画も。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ぜひやってみてください。じゃあ、バイバイ。